デフォルト RPG、そしてニートへ。始めましょうか。突如バレンティア城が魔王軍の襲撃にあった。そして姫がさらわれた。勇者に潜んであるハロルドがバレンティア城へ呼ばれた。チュース、おそば、なんか様子か？ノリが軽いな、ハロルドよ。いや、勇者の子孫、ハロルドよ。なぜいなしたんだ？勇者の子孫は本当らしいけどさ。実はわしの可愛いマナ娘が魔王にさらわれたのじゃ。マナ娘って親バカかよ。姫様救えてか？察しがいいな、頼んだぞ。あ、いや、助けると言ってないけどさ。そこは助けに行くと言わんかい。勇者の子孫だろ？勇者の子孫だからって助けに行く義務はないだろ？なら褒美を出す。姫との結婚を許そう。罰ゲームかよ。は、なぜだ？だって姫様ブスだもん。貴様、マナ娘をバカにする気か？他に報酬は？まず謝れ。まあ言い過ぎたな、お前。まあ納得いかんがいいだろう。他に報酬は国の財産半分やろ。お、マジか、いいね。よし、姫様助けに行くか。じゃあ、ではこれをやろう。王家の剣を手に入れた。忘れず装備しろよ。姫を頼んだぞ。なるほどな。まずクズと最近ね、 RPG を始める前に、あ、1とか4とかステータスがすげえちっちゃい数字なんだな。まあでも1ってがデフォルトってことは、この4は相当、だって4倍になったんだからな、いきなりな。なるほどね、セーブができないだと？大丈夫なのか？セーブクリスタルみたいなのが、あ、これか？さすがにな、びっくりした。で、こいつらも一応話しかけてく、異常ありません。まるで同じセリフは飽きないっすね。これが自分の仕事ではあります。そうですか。いや、最近さ、結構バカゲーかなと思わせておいて、やってみたらすんげえ重たい話だったりすることあるからさ、こっちも身構えてるんだよね。勇者殿、今日は何をお求めですか？一流のスキルを頼む。装備品と交換になります。装備品と交換？アイテムとして消費したら習得できる。はぁ、銅の剣と交換するんだ。青銅の剣と交換して突撃の巻物を得る。なる、ちょっと待って、王家の剣といきなりもう交換できるんだけど、これは交換すべきなのか？ちょっと一旦やって、商品を見せてくれ。今こんなもんです。あ、ここは金で買うんだね。なるほど。スキルは武器と交換していく。僕には耐性があります。弱点だからといって全てがダメージが2倍になるとは限らない。例えば弱点表記でも3倍くれたりとかもある。耐性もまたしかり。なるほど、ちょっと面白そうだな。で、てか、なんかこの辺の聖堂の剣とか変えるんだったら、この聖堂の剣、てか聖堂の剣とか強いじゃねえか、王家の剣より。バレンディアの腕はこれ敏捷が4、めちゃくちゃいいじゃん。一旦これさ、ちょっと外に、だから左とか右とかは何なんだ。あ、全部もう外に出るんだ。これどっから行くとかある？まあさすがに草原っぽいな。最初はまず一応全部見よう。あー、なるほどね、砂漠は後っぽくない？だってこれ草原、草原からじゃない？普通はこっからじゃね。で、なんかスライムとか倒して、あ、宝箱いきなりあるよ。天眼薬だと。あー、なるほど、ドライアイなのかな。最近ちょっとさ、ハロル君も年になってきて、まあ、このハロル君がいくつか分かんないけど、とか初戦ときた1か。あ、てか俺 HP10 しかないから1でも結構きついんだ、この1も。なるほどね、なんか全てのさ単位がさちっちゃいから、なんか1か楽勝やんけって一瞬思ったけど、これ10のうちの1作らせてきてると思ったら、しかもマンイーターなんだ、スライムじゃなくて。いきなり、まあでも一撃で落ちるんだったら一旦こいつら勝って、でもう1回ぐらいギリギリ戦えるよね。で、まあ、宝箱チェックしつつ、解毒剤ね、こうぐるーっとして、で宿屋の値段、ちょっと待って、宿屋の値段チェックしなかったんじゃない？5ゴールド、なるほど。ここでセーブができるだけなんだね。回復はできるわけない。そうだよな。で、下にいたなんか中ボスっぽいやつもいたよな、なんかな、当選簿してる。こいつは多分だいぶ先だな。やべ、3体は効いてないぞ、これ大丈夫か？やばくないか？先手取られるから死ぬ。あぶねえ、様子見てるこいつ。様子、その様子見が命取りになるんだ。あぶねえ。今のも真面目にこいつ横着せずに毎回殴られてたら負けてたからな。向こうのが素早い時点で、てか俺まずいな、 RPG において素早さ先手取られてるっていうのは相当まずい。てか今先頭になってたら死んでた。危ねえ。一旦全回復するでしょ。もうカツカツやんけ、いきなり。まあでもこれで早速レベル上げができる。レベル上げっていうか、あのこう底上げができるから、ちょっと待ってな、これ、うわー、そういう系なんだ。防御力が上がるとかじゃなくて、最大 HP とか MP が防具で上がるんだ。で、あー、でも氷結が耐性つくんだけど、電撃の弱点がついちゃうんだ。難しい、これはどうなんだ。まあでもさすがに一旦 HP を増やしたい。で、青銅装備にしたい。こうだろ、さすがに。いきなり瀕死になっちゃった。
お金が足りないからやばい、積んだかもしれない。待て、こういう時はこう解毒、これいらね多分本当はいるんだろうけど、ちょっと背に腹は変えられないということで、これで一旦金にして、であとここでこれか、これを王家の剣と交換して、王家の剣売ったらいくらだったんだろう。まあいいや、売ると今のスキル多分二度と手に入んないから、さすがにここまではマストでいいでしょう。で一旦寝るでしょう。で左右をちょっと覗いてもいいんだけど、ちょっと怖いから一旦セーブしてから、これ新しい特技覚えたし、これ左右攻めちゃうのもありなんじゃないかなって。あー宝箱、一旦これ宝箱だけ取るのもありなんじゃない。あーセーブじゃない、装備してからがよかったけど、なんだ、あ待ってやばいかも、ダメージが与えられないぐらい敵の強さがってことではないのね。であれば、あーこれも左右のがちょっとだけ強いと、一体倒しただけで、その待って、一旦これ先手取れるようにしよう。こう先手さえ取れればこっちのもんだから、あれいけちゃうじゃん、あれ左右はいけちゃうんだけど、で下には中ボスっぽいのいたってことは、えもしかしてこっち先か。あちょうどいいや、これ使ってみようぜ。 MP6 しかないのか、6のうちの1使うのどうなんだ、これどうなんだ、強いのか、やばいか。あー OKOKOK、 それならよし。いやなんか微妙、なんとも言えない性能してるな。まあ強いのかな。てか一旦戻ろう。でちゃんと矢では止まってから、まあセーブもかましておくか。いやこれどっち、まあもう東もじゃあ行こう。てか一旦宝箱全部取ろう、取れるもらえるもん一旦全部もらって、かっぱらってからポーションね。なんだここ、なんか地形がすごいことになってんな。砂漠からのなんか草原っていう、よくわからない、地球が困惑するような環境してるけど、奇跡の地形してるけど。でだからさ、これさ命中率の問題があるよな、このヒートウェーブ全部当たるんだったら強いんだけどさ、たまに外すから。しかもこのネズミごときにさ、こいつは戦わなそうだから、材料が欲しいのね。で多分どっちでもいけるんだねどっちでもいけるのか、あるいは男専門なのか知らないけど、まあ、そっちの毛がある人、ね、なのね多分ね、喋り方からしてわかんないけど。なんだそれは、火炎大車輪を放っただと、やばいこいつら強すぎる。 なんでよ、しかも火炎大車輪のやばすぎるこいつら。でも先手取れる、取れない、先手取れない、ちょっと待てやばすぎる。あーはー急に本気出してきやがったこいつ、強すぎる。いややっぱり順番的に間違っていたんだ。でもポーションだけもらいに行こうぜ、それ貧乏症、もらえるもんだけもらっといて、あとフラグが多分これで立つか、わかんない、フラグかわかんないけど立つ可能性があるから、これ1体ずつ倒す。3体じゃなければ、しかも火炎大車輪をお前がバカみたいに使ってこなければ、てかなんだったら1体ずつ落とした方が強くないね。このヒートウェーブたまに外すからさ、これでなんかフラグが立ったのかどうかわかんないけど、でこれもらうもんもらってから、でも1体ずつ、あー先取ってないっす。ちょっとさ、1回レベルをもう1段階ぐらい上げないとさ、きつくない？ OK、 レベル上がった。これでレベル3になればどうよ。で金が70ゴールドも貯まったらもうやることは一つよ。まあ剣か、まあ鎧なんですけど、剣からいこうか。剣いっとくことによってな、これで物々交換してスキルまで覚えられる。確かあったよね、あったよねこれ突撃。あでもこれも 0.5 倍かよ。これ何、まれに、あーなるほど、睡眠がまれにかかるんだ。素早くとかってわけではないのか、突撃って言ってるけど。で暴れ斬り、これ全部 0.5 倍だからさ、しかもこれはランダム、これ別に微妙じゃない。一旦下行くか左行くか。でも下行くとなんかさ、あいつ物理攻撃効かなそうな敵だったじゃん。だから左から行ってみるのはどうなんだ。なんか剣技とか覚えてってもさ、結局さ、あーもう最悪なん来ちゃった。でも様子見てるバカだから。だったらまあこれヒートウェーブからのヒートウェーブで、だからそのさ、急に本気出すのやめないね。ああー一掃できるようになっちゃったんだね。そうなる、
やばそうですけど大丈夫なんですかここは。敵がさ一段階強くなるよね、どう考えてもね、これ見た目からして。なんだあの宝箱は。おい、命からから取ってこよう。あれな、命に変えても取るんだ。なんとか逃げ切りゃこっちのもんだからよ。な、奥まで行っちまえば。でもこれもうごまかし、いや、いや、ごまかしのも逃げちまえばこっちのもんだからよ。モンスターじゃねえか。ボス前にセーブポイントがなかったぞ。なんか測ったな、コウメ。いや、マジで言ってんのか。どうやって宝箱に入ってたんだ。どうやってなのかどうでもよかろう。今の事実は貴様の前にボスであるミノタウルスがいるということだ。ただこうしかないってことは分かった。待ってください。これで睡眠して、睡眠させて、まれに睡眠させて、まれにまれだからまあめったにないけど、でもそのウルトラ C を通してぐわーサン食らうのかよ。なんとかコンフィレープすれば勝っちゃう。待って、でも気づきましたか皆さん、宝箱が3つあったということは、先にとかそのバカみたいなこと考えずに一回戻ろうね。真面目に RPG しよう。そんななんかさ、宝箱だけ取ってさ戻るとかさ、そういうこっすいこと考えずに一旦寝ような。ちゃんと回復すれば勝てるかもしれないんだから、成功法でいこうぜ。なんでそうやってなんかすぐにさ、こうずるい方向に考えてしまうんだ俺は。まあでも確かに一番右からたまたま開けたけど、他から開けてればどうなってたんだろうなっていうのは気になるよな。そこにいいものが眠ってる可能性あるから。で今なんかしれっとさ俺流したっていうか反応しなかったけどさ、ネズミからの攻撃を受けてなかった気がするんだけど、気のせいか、たまたまか。さすがにたまたまレベル3に上がったことによって俺がなんかとんでもねえ、てかステータス上がってんのかな。じゃあ見とくか。上がってなくない？だからでも魔法力がなんか上がってる気がするな。でもこれ魔法力上がってんのって装備のおかげじゃないのか。じゃないんだ。やべえ、これ俺来たり抜いたりしたせいで死にかけてる。なんでこうなっちまうんだろうな。おい、ポーションここで使うの？もったいなくない？しかもなんかよく見たら MP も3しかねえしよ。どの道これ無理だ。ミノタウロスには勝てない。このままでは。お願い許してもらうことできる。なんだこの野郎。やばーああくそ、ギリギリ。ギリギリありそうでないってやめろお前。一瞬希望を持たせて、で、その心の目を摘むのやめろ。一回上げてから下げるのやめろ。どうするこれ。もう下行くか一回。だから違う気がするんだよな、順番が。多分だけど、これ左のミノタウロスはまだ早くて、下の差でもあいつ、こいつは物理系効くのかな。まあ一旦戦っ、効かないってやっぱ言ってん、うん、属性武器なら効くんだよね。弱点を知られてしまったから、孔明の罠か。いやいや、俺はめてないし、自ら教えたじゃん。うるさいわ。じゃあ、属性の攻撃ってあったっけ、なんか。そんなんどうでもいいや、生意気でぶっ飛ばすぞ。待って。剣技ならいけるってこと？やってみよう。あ、効くじゃん。通常の攻撃は効かないんだよね。でもこれなら効くってことか。あー、なるほど。でもまあどの道強くないこいつ。どの道勝てなくない。あー、来たー。これなんだよ、これこれこれ。コンスレープさせないこっちのもんなんだよな。今のターンなんでリュウさんポーションで回復しなかったんですか。俺にもわからない。俺にだって自分でもわからないことぐらいある。てかもうどの道勝てなかった、これは。どの道勝てなかったんだな。うん、丁寧にやってたとしてもだよ。だから全体的にレベルが足りてない気がするっていうか、レベル3で中ボスに挑んでる、その大前提の部分で俺は間違ってる気がする。あのどこから間違ってるかって言ったら、あそこで丁寧にポーションを使わなかったとかそういう次元じゃなくて、だいぶ前の段階で間違えてる気がする。あとなんかしれっと今落としたなんかドロップアイテム何、ちょいろいろ情報がさ多すぎて、これは？お前ちょ待て待て待て、バカ誰が。そういうの先に言ってくんないね。ドロップ品でそういうすげえの落とすんだったらさ、だったらもう絶対敵いっぱい倒した方がいいじゃんってね。あと最後のなんかさ、もう一個あったじゃん。これなんだ、何をもらえるんだ。あと最後の一個、これ銅の剣を渡せば暴れ斬りを覚えるのね。でこれランダム3体ってことは、1体に対する攻撃さっきみたいな時に3回連続攻撃してくれるってことだから、これいるじゃん。だからってことはもう一個買おう。もう一個これを買って、今の乱れ切りみたいなの覚えたら何回セーブするんだこれ。もう道のところにあるからさ踏んじゃうわ毎回。これな、これで
こうっすわ。一回攻撃5ダメージとかでやってたけど、これならね、そうだよね、3回攻撃してくれるから。でこれで、これ3回やって、あーミスが出ちゃった。もうこれでだからこうするでしょ。これで無理だったらもう、これもうこれだったら無理だよ。まあ一応理論値ではない、1回外したけど、これで無理だったらもうなんか元々そもそもなんか根本的に多分何かがまだ早くて、まあ多分こっちじゃないかな、こっちのミノタウロスが先なんじゃないかな。ていうかミノタウロスの横にある宝箱だけかっぱらうルートなんじゃないかな。でこいつらこの辺の敵、俺まだまともに戦ってないからどんなもんなんだと。あと敵が落とすドロップ品がいいものってことが発覚したから、この雲からもなんかドロップ品を手に入れて、その雲の糸みたいな、まあでも雲の糸はなんか使用アイテムっぽいな。鶏の羽がだってあんだけ強かったってことはドロップ品は結構価値がありそう。たださ、これさ、もうミノタウロスにたどり着く前に俺さ特技使っちゃうよねえ。あ、いやいいのか、一旦だからかっぱらえばいいか、宝箱だけ一旦宝箱だけかっぱらえばいいか、まだ戦わなくていいや。先にこれどうしよっかな。これで一体左右を一回落として、で真ん中普通に殴ればいいや。オーケー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 。でこれでまず一番右だったよ確か。はい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 。でこれで帰ろう一回。これなんですよねゼリー、まあ、ポーションを使って下から行く。まあそうだよな、下から。危ない、セーブしよう。いや下から行った方がいい気がしてきた。なんでかっていうと雑魚敵の強さからして絶対こっちだよな。まっすぐ考えたら雑魚敵が、だってこいつの周りの雑魚敵ってさ、なんだっけ、ネズミよりももっと前のやつだから、お花でしょ、あいつは一番弱かったわけじゃん。勝てると思うんだよな、ちゃんと。あぶね、毒になんなかった。ポーション使ってだ、なんでおい、ナイスカシン。ここでポーションちゃんと使えばバカみたいにそれしなければ勝てる。もうここ攻める、ここ強気。はいバカ、今ねスパークされてれば負けていたかもしれない俺は。でもそのぐらい あのリスクは背負っていかないといけない、こいつに勝つためには。はいこいつ、こいつでもバカだから多分スパーク使えば勝てるって気づかないな、気づかない、バカだからな、こいつバカだから気づかないんだよ。スパーク打てば勝てたのに今こいつ気づいてないから。でここで畳みかければある、これちょっとアップピューこれある、これこのラスト、ここで決めるんだ、ここで決めろー。あーあーぶねー、ギリギリ700だと、とんでもない経験値を持ってるじゃねえか。何これ、味方単体 33% 回復、消費アイテムなのかよ。すげえなんか大それた名前だけど、しかも 33% 回復ってなんだよそれ、ポーションでよくない？なんかよくわかんない、微妙なアイテムもらえただけだったな。まあでも経験値はめちゃくちゃもらえた。でお金はそんなもらえなかったかな、どうだったっけ金は。あうー、金3桁ある。まあでも使った分と差し引いたらそうでもね、これ使った分が結構あるから補充したら結局そんなに得してね。じゃあこれどうするかな。でも右に行くには木材がいるんだよね、下の奥行ってみる。これ下の奥はでもやばそうだけどな、ミノタウロスより強そうなのがいそうだけどな。でももう今レベル5だからな俺も、なでも言うて、あーそのまま続いてる感じね。でも宝箱がありそうじゃない、一旦もらえるもんもらうぜ。まあそうですよね、敵は強くなってますよね。だからどのぐらい強くなっているのか、あーなるほど、あーなるほどなるほどなるほど、うん、あー絶対にこれ後だもう絶対にこんなとこ来ちゃう、まだ絶対来ちゃダメ。これ1体で出てきたから良かったけど、でもこれ宝箱を取らずにはいられない、ポーションかよ。もうでもこれ、いや行っちゃう、もう奥行っちゃう、あー戻っちゃう、絶対無理、ぶち殺される、確実に殺される。まだまだ奥行きがあった。でこの端っこの方に置いてある宝箱だけ取って、トンズラ黒糖危ねえ、じゃあもらえるもんだけもらってな。
そんでこれいけるんじゃねえかな、今だったらさ、いけるんじゃねえかなってか、行くしかねえんじゃねえかな行くしかなくない？だってミノタウロスのところ行かないと、あの下のやつらの敵の強さとんでもなかったから、あんなやつらと戦わなきゃいけないわけでしょ。無理じゃないか到底無理じゃないか、今のレベルでは。東はでも木材がいるからいけないって言ってるし、これもしかしてミノタウロス倒したら木材が手に入って、右から先に、東から先に行けってこと？だから南の敵の強さが尋常じゃなかったから、あれ無理だよな、当分無理だよな、あれな。うわ MP 使いたくねー。単体一人ずつ倒していくか。これやっぱに鶏は早いんだな、俺より先手取ってくるもんな。毎回ではないのか。あー俺のか、先手一応取れるのか。レベル6になっちゃいましたね。さすがにじゃない、さすがに勝つだろ。もういいよ敵出なくて OK。 これさすがに勝てるだろう。そしたらまずは眠らせるか、もうあのまっすぐまっすぐ行ってぶっ飛ばすか、まあ、まっすぐ行ってぶっ飛ばすかな。浦飯祐介も言ってるからな、まっすぐ右ストレートで、まっすぐまっすぐ右ストレートでおい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 、ちょっとなんか強くなりすぎちゃったか。てかこっちが先だなこれ。あ、もらえる経験値的にもこっちが先だ。そして今橋の材料を手に入れましたよね。そして鉄の剣、あーなるほど、こっちだったんだなこっち行ってから下だったんだ。待って、今一番高い、なんでこんな上がるのこいつ進化するのかよ。待て、ボス倒したらこいつらラインナップ変わっていくんだ。だったらそういうことですよね。鉄の剣は、あとミラクル、鉄の剣、ミラクルソードを買って鉄の剣をあいつに渡して、おい、これだ、これを買う。で一旦じゃ、なんだこの、まあでもまだ魔法覚えてねえから、こいつらはちょっとまだ早いな、俺には荷が重い。これっち行っとくか、こっち行ってか、これ装備してか、あと戦えばよかったんだな、あのゴースト。そうすれば電撃半減だし、ってことは俺だいぶ先のやつと戦ってたんだな。そら負けるわな、何度も。そっかそっか、こんなんを装備して戦うような相手だったんだ。でこれでさ、一文字切り 1.5 倍。まあでも単体だったら結局暴れ切りのが強いんじゃねえのか。でも 1.5 倍だから計算一緒か。これツインスラッシュだったらちょっと強いけど、これとこれはだ結局単体に使うんだったら期待値変わんないから、まああんま覚えてもどうなんだろうっていう感じはあるが、一応覚えとこう。あらお兄さんありがとう、ハート。よく見るといい男ね、掘れちゃいそう。うふう、さっさと橋を直してくれよ。今から後ろを見て橋を直す作業をするけど、後ろがついてもいいのよ。しむるとやめや。うふう、かわいいわね。やっぱりそういう系のお兄さんだったんだねそんな気はしてたよ、顔グラからもなこの顔グラマジでそういう感じで使われがちだからな。そのなんかもうやっぱそういう先入観っていうかあるんだろうな、なんとなくわかる。俺もいるもん、ゲイの人用意します、顔グラどれにしますか、これにしようって気持ちなんか分かっちゃう俺がいるもんなんかそのあるよな、そういうさ共通認識的なものってな、別にすり合わせてるわけでもないのに不思議だよな。嘘でしょ、何この宝の山は絶対ミミックおるやろこれ。あ、おらんかった、マジか。何この宝の山、一旦じゃあもらえるだけもら、おーもうこの辺から強いぞ、一旦そうだな全体かなこれは。はい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 、これ2分の1でこの10ダメージってことは、本来普通に殴ったら20ダメージ当たるからね、めちゃくちゃ強くなっとるやんけ。で右にまだ行けちゃうと、まあ一旦ちょっと取れるだけもらえるだけもらっとくか。はい来ました、浅野ローブさん。あん？ MP がすごい上がるんだ、魔法型にすることもできる。てかこうやって見るとすげえ極端なパラメータしてるな。だからさ、防御とかっていうステータスがさ、もう神出性なんだよな、神出性っていうか、だから項目なくてもいいよな、だって上げるあれがねえんだからよ。てかレベルが上がるところさ、俺って何が上がってんの、ステータスが上がってるわけじゃないんだったら、スキルもだって実際買うわけだから、レベル上がることによって俺何を得てるんだ何か得てるのか、本当に気持ちの問題か、気分の問題なのかな。
HP も HP と HP とさ MP もだってさなんかあれでしょ、装備品のさ鎧でだって HP と MP 上がってるわけじゃん。だったら俺はレベルアップで一体何をやってる。あ、レベルアップで店売りの商品が ラインナップが上がるのかな。だったらレベル上げの意味もあるけど、それがないんだったらマジで、あの店売りのラインナップが変わった理由がフレームタンだと、なんだこれは。あー始まっちゃったんだな、おい始まっちゃったんだね、ついにね。おい、じゃあこれ一回戻ってあるぞ。特技ちゃんと覚えてくるからな。まあでもあの特技覚えてもそんなに期待値変わらんねえけど。でこれ買って、これで一応今売り物の、スキルは全部覚えました。4使うんだったらコスパ悪いっすよね。敏捷がプラス9が今のニワトリのあれでしょ、だから MP プラス15がまるまるお得なんだよな。まあでも買うんだったら毒無効がいいかな。暗闇無効より毒無効欲しいところだね。いや暗闇無効も欲しいか。いや難しいな。でも本当は両方買って敵に合わせて付け替えるのが一番最高なんだろうけど、暗闇向こうのがいいかな。なんか毒攻撃してなんかちまちまなぶり殺してくるようなボスって出るかな。雑魚戦でここやん。ここで買うべきやん。これ絶対ラインナップこっちの方がええやん。うん、ツインテまな板系女子っていうさ、もう作者の性癖をぶち込んだやつがなんか、えちょっとなんかしれっと今すごいこと言ってなかった？霊体にダメージが通る属性武器は、いや、うん、まあ別にその普通に通ったよなっていうかな。フレームターンじゃなくてもあれ設定ミスじゃないか。普通に通ってたよな。なんか鉄の剣、あれ銅の剣だっけ、あの時まだ普通に通ってなかったか。特技使ったからなのか何なのか知んねえけど、本当はこのフレームターン、アイスブラスト、なんだサンダーブレイドで多分ダメージが通るっていう設定にしたかったんだろうけど、なんか通ってたよな普通にな。うん、まあ売り物もあんま変わってね。でここスキルなんだよな。おいちょっと待ってくれ、もうこの漢字だらけの、もう絶対強そう、もう漢字だらけって時点で強そう。自分の攻撃力の2倍とか言ってたのが意味不明だもんな。何をしてるんだこいつら。とんでもねえぞ。でじいさん今はこんなもんじゃ、まあいいかな。30ゴールドか。あれ向こうっていくらだっけ。でこれで意味深にさ、これ絶対なんかあるだろこれ。おい女神様は？なんもないの？こんな意味深、いや絶対ある、絶対後からなんかある、絶対後からなんかあるけど、今のうちは何もできないってことか。てかもうこのお金の足りなさ具合からしてちょっとあれだな、まだ行ったら早いんだろうなっていう気持ちもあるんだけど、もう俺の好奇心が抑えられなくて我慢できずにこれ下向かいます。レベルが上がる、だからレベル上がると何が上がってるんだマジで。一体何が上がってんの。ステータス上がってねえじゃん。あ、しれっとレベル上がることによって HP と MP1 ずつ上がってる。それだけなんだ。でもほぼ意味ねえだろうが1ずつ上がったぐらいだよ。じゃあ何、俺今レベル7まで上がったけど HP と MP が6上がった。まあでもそう考えると地理積もか。6下がるって言ったら35になるもんな。 HP41 から意外とでけえか。確かにな、これ最小単位がさ1、そのなんだ、全部の単位がちっちゃいからこの世界って1ダメージの重みが違うんだよな。 HP もすげえ少ねえし、あ、だからもう元々の設定数値が全部すげえ低いから1の、やばすぎるぞこいつらの HP は。こいつらの HP 量はエグすぎるから、まあ暴れ蹴りしていこう。いやこいつら倒すのやばそう。まあ暴れ蹴りどんどんしていこう。ナイスナイス、偏り。もうこんなんさ、もうスキルでさ倒していくの前提の強さだよな敵が。でもまあもらえるお金も増えてきてはいるが、ポーション、これなんかまだ早い気がするな。こんなどんどん行っちゃったらさ、西カリフの地、南アンゴルモア大森林。いやアンゴルモア大森林やばそうじゃない。まあ一体で出てきてくれるんだったらそこまで脅威ってほどでもない、まだ。あ、てかもう単、え、すげえな、もう単体攻撃でそんなに26も与えるんだ。これね、メタ推理的にこの看板がここにあってすぐ左行けるで、下ちょっと遠いでしょ、こっちから行けってことだと思うんだよね。ああ魔物の村ね、あのありがちな設定な、普通にかわしてくれるんだよな。
強くないこいつら。なんだこれ。おい、ちょっと待って、MP が増えるって何なんだ。なんだこれは。ちょっと待って。いやでもこれ何、これ物理耐性はあるんだけど魔法には辛くしなんだ。まあノーマル、これやばいやろ。っていうかこれなんやこれ。リネンキュラッサー、リネンキュラッサーがやばすぎるやろこれ。あーまあでもそうか、 MP はそんなに増えないし、性能で言うとこれとか敏捷14も上がるんだけど4しか上がんないと。素早さは大事だもんな、確かにな。まあ一旦順番的に言ったら、あのリネンキュラッサーよりも先にこの腕輪とか買うべきなんだろうけど、我慢というものがちょっとできない性分でして、そうですね、この天眼だのなんだか解毒だのなんだのこんなもの当たんなきゃどうってことないじゃないですか。ぶっちゃけどうでもよくって、そしてこのノーマル、これをもう買います。これを買って、てかもう防具とか売れば、いや違う、防具売っちゃダメなんだ、スキル買う、スキルを買わなきゃいけないから防具売っちゃダメ。あーでもそっか、これ武器か、全部武器と交換だから。何このジャベリンレインって、何する気なんだお前は一体。どこへ行ってしまうんだ。アンゴルモア大森林、物理、火炎、氷結、電撃、四属性使いこなさないと、最後に毒耐性、そうしないと抜けるの厳しい。マジかよ。ということは武器だから、答え言っちゃってる。答え言っちゃってるよ。まあでもしれっと流したから、俺記憶力のなさに自信あるんで大丈夫です。ネタバレを今受けてないということで。ただ自分で考えてもわかるよ。要するに毒耐性がいるってことでしょ。毒がどうこう言ってたから、毒耐性のこれつけろってことでしょ。であとは読んでねえかわかんねえ。多分このあの属性の剣をそれぞれ使いこなさないとダメだよっていう、あるいは特技か。どうしよっかな、これ買ってもいいな。これこの辺をさ売ってもいいってことだもんね。全然大した家電なんねえじゃねえか。まあでも朝のローブは結構いい。これ氷結耐性あるけどな。これ耐性とかもさ気にしなきゃいけないんじゃねえの。氷のなんかしてんのが出てきた時にさ、まあ、でもそんなのが出てくんのはだいぶ先やろ。ええんや、売ったっても。ただ売ったところで何も買えないことが判明した。あ、でもギリギリ買える、ギリギリ買える、ギリギリ買える。これでフレームターンじゃなくて他も買える。まあ、でも何買う。じゃあアイスブラス、アイスブランド買うか。まだ行ってないところは、いやないな、もうあとは下行くだけだわ。だからここで一回ちょっと金集めねえとやべえかもしんねえ。しゃあない、ちょっと一回カットして、ちょっと全部カットするけど、一回ゴースト普通に出てくんのかよ。なんで HP こんな減ってんだ俺。そっか、装備品をなんね、装備品をさ変えるとこの世界すげえさ、すんげえダメージ食らうの何なの。あーそっか、一回あのその装備品をあの変える工程で一回俺は裸に脱いでから着てるってことか。だから脱いだ時にあの元の HP に戻っちゃうから、でその後着るからこうなるんだ。もうそこはええやないですか。差分で、差額で、そこは差額でええやろ。でこれ一体ちょっと全部カットするんで、ちょっとレベル上げしますわ。レベル上げっていうか、まあ、レベルはどうでもいいんだけど、お金稼ぎするわ。でちょっと蓄えて対策してからこの南行くわ。じゃないと結構大変だって言ってたからさ、さっきのやつも。うわあマジかよ。ちょっと待って、これドロップで普通に魔法の指輪落としたんだけど、今蛇が。マジか。もうちょうど今切り上げようと思ってたから、まあいいか、いい機会か。これでじゃあ566ゴールド貯まったな。じゃあまずは武器を、これ足りるかお金。アイスブラストまで買ったんだよね。だからサンダーブレイド買って、ミスリルブレイド買って、で、ミスリルブレイドにして、そんで、スキルを、それぞれ、この、炎属性、アイス、そしてサンダー、それぞれ買うと。で、これはまあ、まだ覚えなくていいでしょう。うん、全体の、なんか、むちゃくちゃ強いけど、自分の攻撃力、等倍を全体に攻撃ダメージを与えるわけだからめっちゃ強いけど。であと魔法の指輪もさっき手に入れたからどうしよっかな。一応ここまでの予定ではあったが、魔法の指輪手に入れちゃったんだったら魔法の指輪そのまま装備してもいいし、これがいくらで売れるのか。あーじゃあこのままそのまま装備するか。こうしよう。ただダメか、結局毒耐性がないままだから。でも毒って
なんかゴリ寄せそうな気するんだよな。どうなんだろう。まあ一回毒対策しないときついって言ってるよな。一回ちょっとあれ、宿屋どこだっけ、あれ、あ、これ高い、高いんだね宿屋やっぱ宿屋だよね。寿司ねといけねえ、くそ、鶏の、まあこれいらないか、やべ足りねえ宿屋代が足りねえ。じゃあと4ゴールで負けてくることできればいい、くそ。じゃあ一回狩るか。あ、まあじゃあちょうどなんかの試し切りもしたいと思っていたところだな。な、何が効くか分かんない。炎は、はい、炎、でも効いてんのかどうか分かんない。効いてんのか、このスキルが強いのかよく分かんないけど、雷は、あー雷だ、弱点120ダメージ、とんでもねえ。ヘビが雷なんだ、なるほどね。いや、あのレベルアップしてて思ったんですけど、さっきなんかさ、このスクールのさ、このデフォルト設定の、あ、セーブしとこう。デフォルト設定のさ、エンカウント率って結構高めに設定されてるから、普通になんかこう寄り道せずに、まあ寄り道せずにっていうか、まあ宝箱とかは取りつつね、普通に進めてるだけでちゃんとレベル上げにもなるし、お金も手に入るから、なんかそのままいけちゃうんだよな、ずっとっていうケースが多いんだけど、なんかそのいわゆるドラクエとかファイナルファンタジーとか、その有名な RPG でいうと、まあ、最近はどうなのか知んないけど、昔のねでいうとさ、結構エンカウント率がさ、物理フェアリー、炎とか効きそうじゃね、こいつら焼き払おうぜ。いや、まあ普通に殴るとどうなるんだろう。全体はこれになっちゃうのか。まあ、一回これでどんなもん16で3ダメージ与えて、体当たりぶっ放してきて、なるほど。まあやっぱりなんか弱点つかないとダメそうだから、炎が62ダメージ、はあはあはあ。弱点が何なんだろうな、全部覚えないといけないな、これ。62、炎も雷も弱点ではなくて、あ、これあれか、物理フェアリーって物理攻撃してくるフェアリーって意味じゃなくて、物理が弱点のフェアリーっていう意味なのかっていうか、嘘でしょ今までの俺の頑張り何だったのね、いきなり300ゴールドポンってもらえたんだけどおい、ここですげえ頑張ってレベル上げしてたの意味ね、ちょっと頑張って勇気出せばすげえもらえるじゃねえかよ、おい。は、ここの毒にした方がいいって言ってたよな。これを買うか。あと暗闇耐性も持っといてもいいな。こうなってくるとお金に余裕が、一気にお金に余裕ができてしまった。でこれまた足りなくなったら、だってさ、またさ、あいつら倒せばいいだけだから、これも買っとこ。で、ちょっと宿屋の値段なんか上がってってね、まさか40ゴールドって今言われた気がするんだけど、は、さっき35ゴールドで止まらなかったっけ、俺の気のせいか。いや、なんか1段階上がってる、売り物のラインナップ、いや変わってない気がすんな、まあ、よくわかんない。あ、じゃあセーブしとこ。そう、そんで、あのドラクエとか FF とかと比べてどうこうって話ね。そう、あのエンカウント率がスクールって結構高いから、だからまっすぐ、まあ宝箱とか取りながら若干寄り道しながら行ってたら普通に行けちゃうんだけど、いい感じで電撃フェアリーってことは電撃効くのか。あー、そういうことね、なるほどなるほど。あ、で敵もスパーク打ってくるんだ、へー、おもろいな。弱点でもあり使ってくる種類でもあるんだ。ってことはこっちは雷が耐性持ってたら、まあでも戦闘中付け替えれねえからな、装備品。もしさ、5ゴールドってもうあいつが、こいつから、こいつらがポンって300ゴールド落とすのに、しかもなんかもう今だったらこれゴリ寄せそうじゃね、なんだったらこんななんかさ、いちいちさ、あのちゃんと弱点つかなくてもさ、ただこいつらさ、バカほどうまいからさ、これでだってほら、ポンって150経験値と300円もらえるんだよ。これね、覚えちゃって、これ、等倍で全体攻撃だからクソ強えんだよ。で、ほんで、このバカみたいな金でな。で、これをさ、こうするわけよ。で、もうこうなわけ。で、まあ、これも、こう、まあ、ちょっと4つ持ってんのか、すでに。まあ、じゃあ、まあでもいるか。いるか。このぐらい買っとくから、10個の8個。で、なんとか超えましたと。まだ超えてませんと。もうなんかレベルが9だからさ、俺多分相当あのここの本来来るレベル、想定レベルより高いから、なんか全然逃げれる。だこいつらお金が美味しいから、ただ絶対勝てるし、
だからちょっとお金に困ったらここに戻ってこいつら勝ってお金を蓄えよう。なんだそれは。